ジュールマスネは、ジュールマスネが作曲した歌劇、タイスの第2幕第1話と第2話の間の間奏曲。その甘美なメロディーによって広く知られている。本来は、オーケストラと独奏楽器にコーラスの形であるが、室内楽編曲も多い。日本における演奏の最も早い例として、 1935年に1 5歳のスワネジコが SP レコードで録音を残している。タイスの瞑想曲はオペラタイスの第二幕の第一話と第二話の間で演奏される気楽の感想曲である。第二幕第一話で修道僧アタナえるは美貌の快楽主義の高級勝負でビーナスの巫女のタイスに対峙して豪者で協楽的な生活から離れ、 神を通じた救いを乱すように彼女を説得する。出会いの後の大スの熟慮の間に瞑想曲が還元楽によって演奏される。瞑想曲の後の第二幕の第二場で、大スはアタナイルに自分は砂漠へと彼を追っていくことを告げる。本作は二丁丁の作品でおよそ5分程度の演奏時間である。マスネはまた宗教的意図を伴った作品として書いた。彼の 本作は宗教的雰囲気で歩くようなテンポで演奏されるべきであるという意図を表して速度の指示は宗教的なアンダ断ン手である。ハープによる短い導入部を伴い始まりバイオリンの独奏ですぐにフィス DAD フィス H シス D のメロディで有名な主題に入る。バイオリンが二度メロディを演奏した後生き生きにと指示された部分へと中間部へ入り次第に 情熱的になっていく。中間部は平行調に単調に収まらない複雑なものである。クライマックスは少し情熱的にと指示された部分へと到達し、それからソロによる短いカデンのようなパッセージへと続き主題へと戻る。これは形式に通りの再現部である主題が二度演奏された後、ハープと弦が静かにソロラインの下支えをし、ソロバイオリンは 火星の上に当たる部分を演奏し、ソロはオーケストラと一緒になる。コーダは、バイオリンのフラジオレットなどを使用した優美なもので、完備で静かに終わる。本作は、バイオリン独奏、フルートにオーボエにイングリッシュホルン、クラリネット、バスクラリネット、ファゴット、コントラファゴット、ホルンにコーラス SATB、ハープにと、言語部で演奏される。ソロバイオリンは、 総じてコンサートマスターによって演奏されるか特別なソリストがオーケストラの前に立って演奏する。コーラスはマスネによってオペラのセットのカーテンを後ろで歌うフルコーラスと演奏会場のオーケストラの間に座った5人から8人のソロによって歌うように指示されている。アンコール曲の定番として知られ、ジョシアベル、サラちゃん、アンネ・ゾフィー・ムター、イツアーク・パールマン、 マキシム・ベンゲー・ロフといった世界的なバイオリニストが各地の有名オーケストラとの共演でこの曲を演奏している。ピアノ伴奏用に編曲された版やバイオリン以外の楽器に編曲された版もあり、ジュール・デル・サールがチェロ用に編曲した版をヨーヨーマがキャサリン・ストットのピアノ伴奏で録音しているほか、フルートのジェームズ・ゴールウェイ、ユーフォニウムのアダム・フレイ、 トランペットのセルゲイナ・カリャコフといったソリストがオーケストラ伴奏で演奏した実績もある。ありがとうございます。